日本四国地方徳島県徳島市山城町。山城町は徳島県徳島市の町名。八万地区に属している。山城町、東浜坊治。山城町西浜を示せ、山城町、東浜坊治番街が存在する。郵便番号は、郵便番号770-8055。徳島市の東部に位置し、南及び東は、その瀬川の下流域にあたり、 それ以降は雑地となりかや腹の状態で荒れ地化していた。昭和30年代に入り、急速に開発が進み、北の餃子線入り江川に架か,かる山城橋の田元に、徳島分離大学、徳島分離大学短期大学部、道路を挟んで東隣に、徳島分離大学附属幼稚園、南のその瀬川沿いに、徳島分離小学校、徳島分離中学校、 高等学校が築かれた。また、山城団地が形成され、市街地近郊のベッドタウンとなっている。団地の南西軍付近に、元園田地帯であった、この地域の生園業の守り神とされた塩釜神社がある。全体に、昔の面影を全く残さず、文京地区として活気に満ちている。元は八幡村山城屋で、昭和12年より、現在の町名となった。 海浜であった当地を延伝として、開拓、約200年間生園を中心として発展したが、昭和4年の塩田整理のため廃止されてからは、塩田アトリオの計画は長い間現実せず、昭和36年に塩田跡の蚊や原の一角に、徳島女子短期大学が創設された。この頃から急速に開発が進み、残されていた塩田跡も、 住宅地として造成が続けられ、山城団地も建設された、アスき徳島、ありがとうございます。